こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、これファミコンですね、任天堂のファミリーコンピューターを作りたいと思います。これね、わざわざ説明する必要もないかなと思ったんですけど、なんと若い子は見たことなかった、もちろん存在は知ってるらしいんですけれども、こんなね、20世紀を代表するガジェット、これはぜひ作りたいなということで、始めたいと思います。ファミリーコンピュータ、いわゆるね、ファミコンと言われている1983年に任天堂から発売された 14,800 円というね、僕はすごくよく覚えているんですけれども、海外でもこういう家庭用のゲーム機が出てきた時に、一番最初にこうやばいと思ったのは、いわゆるゲームセンター用のアーケードゲームっていうんですかね、もうほんと見まごばかりのですね、動き、もちろんよく見ればグラフィックスも違うし、細かさも違うし、音なんかもね、だいぶ違うんですけども、圧倒的に動いていてですね、コンピューター系の人たちが見ると、パソコンとか他のゲーム機で動いていたものと比べるとですね、もう全く違ったんですよね。これはひょっとしたら家庭のエンターテインメント、変わるかなみたいなことをすごく感じました。これファミコンを開発された上村正幸さんという、インタビューをさせていただいたことがあるんですけれども、欧米ではファミコンって、任天堂エンターテインメントシステムという NES と呼ばれるんですけども、アメリカで売るときにファミコンの十字ボタンがアメリカでちゃんと受け入れられるかすごく心配だったらしいんですよね。というのはアメリカではすでにね、アタリ VCS とか、すでにゲームの市場が成立していて、それって大体ジョイスティックというですね、操縦桿みたいに棒が縦に伸びているみたいなものを掴んでコントロールするというのが定着していたんで、受け入れられるか心配だったというふうに言うんですよね。なんですけど、ファミコンの代表的なソフト、スーパーマリオブラザーズ、一番売りたいソフトが実はあの十字ボタンのあのコントローラーじゃないと十分楽しくないってんで、要するにファミコンの十字ボタンとスーパーマリオブラザーズというゲームっていうのが実はハードとソフトがこう不可分なもんだったっていうのが面白いと思うんですよ。で、特にファミコンのゲームの特徴っていうのは、なんか上村さんはそれは仕草だっていう、おっしゃるんですよね。やっぱりジャンプするところとか、そういうこうわずかなこう反動というか戻ってとか、それってあの十字ボタンでぐにゅぐにゅちまちまっとやらないと、なかなか楽しくない、それが面白いみたいなところがあって、そこは迷うところがあったらしいんですけども、結果的にはまあ受け入れられたっていうことなんですね。よくね、ゲーム機が発売されるとコンピューターを超えたとかね、いろんな宣伝文句が出てるんですけど、実はもうファミコンの時からずっとゲーム機にコンピューターっていうのは表現力の点ではもう負けまくってるというか、専門が違うんですよね。人間を相手にして、人間に対して気持ちよくしたり感動させたり、ワクワクさせたり、あるいはこうなんか感じさせたりするのがゲーム機なので、そこではもうずっとゲーム機が実は強いということなんですよね。中国とかだと紅白機とかいろんな呼び方もするんですけれども、赤と白で、一説によると、ちょっと僕はそこまで今裏付けになるデータ持ってないんですけど、プラスチックの材料で一番お金のかからない色を2種類使って作ったなんて話もあるんですけども、実際組み立ててみるとすごくよく考えられていて、このコントローラーを乗せるところ、しかもこれ取りやすくなっていたりとか、カートリッジ、この形とかも、今見るとすごくよくできてるのかなと。ということで、できました。これよりワンピースでも描けると多分ファミコンにならないギリギリの大きさで作ったファミコンです。ということで、この赤白のデザインバッチリできたつもりなんですけれども、来週もやりますのでよろしくお願いします。